はい、クルーズラミレスのスキレベゴを使ってみた動画になります。こちらね、斜めでライン上にツムを消すっていう感じなんですけど、ちょっと変わっていて、しかも消去数が多いので、ちょっとねフルアイテムでちょっとやっていきたいなと思います。ではやっていきましょう。でね、マジで全消去してくれるんで、マジで強いと思います。まあ、強いって言っても、まあ知れてるとは知れてるんですけど、まあ、スキレベ5でもまあこれぐらい稼げるっていうのをちょっと見ていただきたいなと思います。まあ、こんな感じで2分割で消去をしてくれて、まあ、ほぼほぼ全消去です。もう40消去をね超えてる、毎回40消去を超えてるんで、はい、まあ、そんぐらいの強さで、はい、一応ね、まあ不慣れでもありつつも、まあ割とね多分出てくれるんじゃないかなと思います。この消去量やばいよねこの消去量やばいっすよね。多分ねスコアも割と出るんじゃないかなと思います。これスコアボム2つ出るし、うん、で消去数が多いので、まあスキルマンになったら多分必要積む数は変わらないかもしれないんですけど、消去範囲が増えてですね、さらに安定して、消去数が増えると、ほぼ盤面全部消してるんですけど、今のだと41とかなんですけど、そうそれがほぼ全面消しになるんじゃないかなと。スキレベ5でもたまにね全面消ししてくれるんですけど、全消去か。じゃあこれ思ってたより強いと。スキレベ5でこれぐらいいくんだったら、まあ初期ほぼ初期積むというところで、この強さであれば、いや全然強いんじゃないですかっていう、うん、はいいいっすね。42か。ここはねちょっとね早すぎた、使うのが早すぎてこうなっちゃうんだけど、それでもねタイムボムが狙えてしまうという奇跡の少なくなってもタイムボムが狙えてしまうと。はい。で多分ね54とコイン54か54でもスコインで多分ね4000枚はいくと思います。で使ってて消去範囲が広くて爽快感があるので、まあね、とてもね使ってて楽しいです。まあ、こいつもねスキルレベル5まではちょっとまだ遠いんですけれども、ちょっと頑張ってこいつもスキルマンを目指してね頑張っていって、またねスキルマの使ってみた動画を出してみたいと思います。はい、これもう1000万確定ですもんね。まあ、巣ではないんですけど、はい、という感じで8140万の4900コインとで、まあ54のみでも、まあ、今の見た感じね、フルアイテムと、まあ、54のみだったら多分そんな変わらないと思うんですよ。900、1000はそんな変わらないと思うんで、まあ強いんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さんもぜひね使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。